信玄坊主、武田を滅ぼし、うぬが供養をしようぜ。おお、そうか。武田信玄、生きていた。いざ、尋常に勝負。左近は、下から引くかい。私は左の人たちに関してから引く。お見事でございますな。いざ尋常に勝負。この城は渡さぬ。敵将を討ち取った。しょぼけた顔してやるじゃないですか。君の生命を奪うのだ。やっとりやろうこいつ様からね。何としても守りきれ。おじ上、長篠城の守りを。敵将を討ち取った。お見事でございますな。本陣の信玄公のご子息勝頼が守ってるんだが、あの巨人が赤の位置が守りやすいんで、死なせないには守りが必要だな。ここを奪われると本陣が危険じゃの。進め、武田を無に帰すのだ。この三つ木の働き、しかとご覧ください。あのある武士とは言っていたぜ。敵将を討ち取った。おお、やりまするな。天下のため、貴公には消えていただく。本田平八郎忠勝、なり！さてと、そろそろ参りますか。世を救う力はない。信長様と唯一世を救えるお方。そんなふりをして我らをおびき寄せた。クエムチに味方ヶ原のようにおびき寄せられた。その技の際、次こそは鈍らせてみせましょう。さすがです、親方様。立ち寄り子、見印頂戴いたす。本田平八郎忠勝、参る。信長は鉄砲を三段にして連射できるようにしておる。他に川を越えたら。信玄公、我が部により打ち取らせていただく。信玄公だが、影と北が立ち合うな。敵の槍を
とぼけた顔してやるじゃないですか。命にこそ抱きすべきものなり。おお、かたじきのおまざる、なるわる武士とお見受けいたした。また王道に一歩を進んでいたか。みんな、わしにつけ！わしが目指すもん、お前には止められん！様の恵みに感謝じゃの。進め、風のごとく速く、火のごとく激しく。なるほど、雨が降れば鉄砲は無力。さすがです、親方様。なん、よかろう。ただなすがままに攻撃。勝家、武田を抱負れ。わしと交友を競うか。逃げた方がいいんじゃない。ご老体はそろそろ休まれてはいかん。Thank you.
地を断つ。貴様、信長公には近づけさせ武田信玄の知略が最新鋭の鉄砲軍団をも凌駕。織田信長、徳川家康は長篠に果てた。信玄は上洛を果たし、天下に王道を敷いた。だがその信玄に決戦を挑む白き影があった。あくまで宿敵信玄との戦いを欲する上杉謙信が大軍を率い、精進してきたのである。信玄はこれを迎え撃つべく軍を進発。両軍は決戦の地関ヶ原に対陣した。歴
にて戦を終わらせ、世を太平に収める。第5話関ヶ原決戦。これが王道じゃの。やはりまた戦うことになったな、宿敵。やはりまた戦うことになったか、宿敵。戦で教えねばわからぬなら、戦で教えてやろうかね。手始めに中央をいただきたい。各軍進軍を返せよ。待ち望めるぞ。宿敵、闘争に戯れようぞ。いざ戦わん。援軍を。
モンスターの光を助け。年寄りをいじめるものではないわ。私に負けたら悔い改めてくれないか。押して参る。モンスターの剣の助け。いざ尋常に勝負。あなたを超えねば決心校に近づけんのだ。あれにはこの悪魔いいとしたよ。信玄を撃つべく吉影水産朝倉、余計なことを幕を呼ばれると体勢を整える。押して参る。年寄りをいじめるものではないわ。巨大の影の恐ろしさ、今こそ見せようぞ。神聖なる暴走に邪魔だとはもう。敵将を討ち取った。おお、やりまするな。我ら織田急進も主君信長様の仇を討つため、信長様が来て長政殿と共に水産捕まつった。心を見せてしもた。こそ力じゃというに、すまん。いざ戦わん。門は固く閉ざされております。神の軍略、見せていただきましょう。敵将を討ち取った。お
見事でございますな。いざ戦わん。我が軍略が進む。この闘争に捧ぐ。宿敵駒を進め。松尾山大臣の人、この島から引き受けた。敵との闘争は楽しい。今頂点に達せんとす。敵将を討ち取った。とぼけた顔してやるじゃないですか。戦うだけが全てではない。まっすぐすぎる生き方も時に迷惑じゃよ。王道に一歩近づいたら
の導きに従い種の仇を放膳。我が敵についてこい。ちょっと待ったかな。敵将を討ち取った。お見事にて、ソロ。再戦が楽しみなもののふよの。恐れているか、幽敵メス。何のこれ引き。年寄りをいじめるものではないわ。倒してやるじゃないですか。闇からでは我が王道の光は消せぬよ。
してやるじゃないですか。押して参る。いざ。腕前見せていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。次こそは鈍らせてみせましょう。事の言い方は敵将を討ち取った。おお、やりまするな。
いる。降りたくば我を通してから行け。我を超えて行け。やるじゃないですか。無謀は言うなき者のすることなり。来たか。しそろそろ決着をつけようか。闘争の金はない。行くぞ宿敵。戦わん。ちょっとまずったかな。名のある武士とお見受けいたす。大事なのは武で武で何をなす。
ガチャ。俺は訓略もどうも。確かに真の軍略を剣心に披露した。おう、してその心は。わし強すぎかね。太平の世が来て、おことと酒を酌み交わすとはな。お主が将軍になるより予想できた。戦わずして勝つ、これが真の軍略か。なるほどね。これぞ王道。さすがです、親方様。ひょっとして面倒だからじゃないでしょうね。